あ、ウルトラマンだ。ウルトラマンじゃねえか。ほら、孫悟空。ウルトラマン生で見るの初めてだ。ほら、ワクワクしてきたぞ。その、ほらっていうのはわざとやってんのか。わざとってなんだ。そのほら、自分のことほらっていうのはわざとやってんのか。オラはオラのことずっとオラって言ってるぞ。そのキャラで行こうとしてるのか。キャラってなんだ。ワクワクしてきたぞ。そのワクワクしてきたぞっていうのも一回どっかで受けたからやってんのか。受けたとかそんなんじゃねえぞ。キャラつけて自分飾って、そのプライベートとかもオラとかいう感じにしてんのか。おめえ変なこと言うやつだな。その感じな。その感じとかちょっと意味が分かんねえぞ。オラワクワクしてきたぞ。全てでオラとかそのワクワクしてきたぞとか、会話として何も生まれてないし、滑ってるとか言われたら僕もまあ厳しいとこありますけどね。オラとかなんかそういうところでキャラクターつけて勝負せなあかんのは二流三流やから。井上尚弥とかそんな煽り合いとかあんませえへん。強いからやねん。で、大したことないやつがなんかそのキャラクターつけたりとかしようねんって。だって強いやつそれだけで強いっていうことだけでもうチケット売れるもん。まあそう言われたらそうかもしれないですけどね。オラとかワクワクしてきたぞとか言った方がいいケースが唯一あるのはキャッチ。唯一あるのはどんな時だ。3分経っちまったのか。ほら、とうに暮れてるぞ。ウルトラマン、ウルトラマン先生、唯一やっていいのはいつだ。かなんな。一人にされたら喋ることあれへん。